お疲れ様です。まずはね、謝罪とお礼からさせてください。この度は本当、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。また懲りずにね、よろしくお願いいたします。また機会があればよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ジャンクスタイルです。何の話かっつってね、こちらなんですけど、そう、なんだっけ、レッドラインクラブでしか買えないのかな、これは。わかんない。レトマソマングスター、そうと、これエリート64、これは会員じゃなくても買えるのかな。でもまあ海外のやり取りとか含めて考えたら、まあおいそれと買えるもんじゃないよねって感じで、これね、もちろん私は買えないので、そう、代理でね、購入をしていただいたんです。こういうの出るけどいるみたいな感じで聞かれた、いるみたいなね、ノリでいつもねお願いしてるんですけど、ほんとね助かってるんです。これね、代金を払ってないんです。いや、マジでお恥ずかしながら、現金がなくて、手持ちの。いや、もちろん、日々の生活等々はいろんな、ほら、決済方法とかね、魔法のカードなんかもあるんで、全然大丈夫なんですけど、これ、届いたから、もう、ね、お渡しするね、みたいな感じで言われたけど、すいません、現金がないや、みたいな。知人にカード切るわけいかないじゃないですか。ちょっと待ってください、みたいな感じで、お願いしたら、もう、あ、いいよ、みたいな感じで、心よく受けてくださって、こちらをね、受け取ったわけなんですよ。これ、今あるけどさ、お金払ってないのも、いや、お前、今そんなさ、現金がないのに払う目処はあんのかいって感じなんですけど、多分ね、動画投稿ね、してる方は、多分今の時期がね、一番ちょっとお金苦しいんじゃないかなと思うんですけど、大体、YouTube の収益の振り込みっていうのが、いつだろう、22とか3とかぐらいなんですよね。まあ、25までに遅くとも振り込まれてるんで、また一時的に現金が増えるんですよね。まあ、私の場合少ないながらもね。なので、まあ、それが、入ればね、入り次第またお支払いできると思うんですけど、代金の方をね、本当皆さんのおかげですよ。皆さんのおかげだから、こうやってね、動画でいろいろ紹介して、まあちょっとね、ほら、珍しいじゃないですか。そうそう手に入るもんじゃないし、本気出せばね、手に入るんでしょうけど、こういったのをまあ紹介させていただいてですよ。見ていただいて、ちょっとね、手に入れづらいものをね、見ていただいて、皆さんに楽しんでいただいて、その上で収益っていうのを私いただいて、またね、そういうのに、こういうのに当てるっていうね。はい、いい循環だね。でも、大赤字ですよ。大赤字。皆さんが思ってるよりは全然いただいてないですからね。ただ今月振り込まれる7月分っていうのが、なんか知んないけど、絶好調だったんですよ。なので結構ね、いつもよりも多めかなっていう感じですね。絶好調つっても、まあ視聴回数とか視聴時間とか変わんなくても、広告単価、1再生あたりの単価、まあ発生するマネーがね、変わってくるんですよ。毎月毎月。で、なぜか、いつもだと悪いはずの7月が良くて、で、8月は去年もそうだったけども、最低。だからこれ皆さん、同じように見ていただいても、7月に見ていただいた分と、8月に見ていただいた分で、私に入ってくる見入りっていうかね、給与がね、変わってくるっていうね。だから YouTuber なんて大変だよ。私、ほら、片手間にね、やらせていただいてるんですけど、これで生計立ててる人はね、そんな感じで、毎月変動するからね。だから一生懸命やって、視聴回数とか伸ばしても、入ってくるお金がね、変わってくんのよ。だからそうだ、時給が変わるみたいな感じですね、感覚的には。7月は時給1000円だったけど、8月は900円ね、みたいな。感じなんですよ。何の通告もないままね、それも自分で見て、ああ今このぐらいなんだみたいな感じで判断するしかないっていうね。まあちょっと話が横道それたんですけど、本当こういったのをね、手に入れたのでってまだ手に、まあすいません、お金払ってないんですけど、せっかくなんでね、皆さんに見ていただこうかなと、私もちょっと楽しみにしてたんでね、動画を撮ってる次第であります。いや、本当申し訳ありませんでした。まあちょっとね、現金の取り扱いについては気をつけるんで、これに懲りずにね、また機会があればよろしくお願いいたします。じゃあこちらから見ていきましょうか。1971デトマソマングスタですね。こんな感じ、箱に入ってる。私初めてこんな箱入りのやつ。はい。はい、
あ、ここテープ止めなのか。へえ、知らない。そういうのも知らないからね。こんな感じ。モチュールとかいろいろ書いてあるね。んで、ホットイルコレクターズ .com なのか。Not for use with hot oil sets。 どういうこと？わかんない。よくわからんけど、こんな感じ。かっこいいね。レッドラインクラブとか書いてあるね。まあ、箱の外観こんな感じです。結構しっかりとした、厚紙段ボール的な箱だね。これ開けちゃうか。あ、もうテープ切っちゃったからね、後戻りできないよ。ちなみにこれお値段が6000円ぐらいだったかなと思いますよ。高いよね。あ、箱の中にね、箱が入ってる。これはあれか、要はこの箱を守るための、箱の中に箱ものなのかな。で、これあれどうなってんだろう。あ、カバーだ、ケースカバーで、デッドマッソマングスターと書いてある箱。かっこいいね、この箱も。これは何ロゴ、デッドマッソマングスターの、わかんない、ロゴマークで、これを開けたらほいっと、はっはっはっは、こんな感じでございますよ。すっげえな、ギラギラしてら。で、ちゃんと、アクリルだよ、プラスチックじゃないね。アクリルケースみたいの入ってて、1971でトーマス・マングスターって彫ってあって、レッドラインクラブのマーク。これ、印刷かな、シールかな、印刷だね。はぁ、これ、どうやって開けんの？開けたいよね。開けるよね。箱開けんの怖かった。で、こんな感じですね。こういうの、だって日本じゃなかなか売ってないっていうか、日本で売ってたのってあれじゃない？去年、なんだっけ、エイプとコラボのベンツのやつ、あったじゃないですか。超限定販売だったやつ。あれぐらいじゃない？わかんない。記憶に、私の記憶にあるのが。こんな感じね。ほぉ。このケース売ってくんないかな。で、これはビス止めになってるのよ。外してみちゃう？怖いなぁ。外さなくても見れ、あ、でも外してみようか、せっかくだからね。ごめん、こっちは外れるんですよ、簡単に。こっちがね、バリ硬い。めちゃくちゃ硬い。びっくともしないで、多分これ以上やると、ネジ山がこう、舐めちゃう感じなんで、無理だわ。だからちょっと外さずに、ちょっと台座ごとでちょっと申し訳ないけど、見ていこうかっていうか、見れるからいいよね。の感じなんですよ。これがね、なんか2色目で、1色目オレンジだったかな、私もよく知らないんですけど。で、こっちの方がよりレーシーな感じになってて、なんだろう、あれが、マングスターってあれらしいっす。シェルビーのコブラかな、あ、を倒すために作られたみたいな。だからコブラに対して、マングースのマングスターらしいですね。でね、このグリーンの、なんだろう、スペクトラフレームの塗装がギラギラしててやばいっすね。スペクトラフレームって、要は亜鉛合金に、こう、クリア拭きの塗装方法。まあ、ホットイール初期にね、ギラギラさせたやつでやろうと、ド派手なやつでやろうっていう感じでやってた塗装方法で、今だとウルトラホットとかね、先日のコレクターズエディションなんかそういった塗装方法だし、スーパートレジャーハントもそうですね。なのでギラギラしてる。まあ、ホットイール独特のメッキとは違ったね、やっぱり、なんだろう、ギラつき感がありますよね。こんな感じで。スムーズですね、ここはね。ここも開いちゃう？怖っ。ちょっと待って。じゃあ、ここは開かないのかな？多分ね。でもここのギミックだけもすごいね。で、エンジンも、エンジンかな？もう塗ってある。多少ね。はぁ、すごいね。高級感があるよね、やっぱね。あ、内装が結構シンプルなんですね。ホイールがこんな感じ。扁平率がすごいホイール。でも前輪と後輪のこう、なんだろう、径が違いますね。なんか下ゴミみたいない？これ。ね。で、やっぱボンネット黒かっけえな。はぁ、これかっこいいね。
サイズ感が分かんないと思うんですけど、ちょうどいいものがないね。まあ、あのホットイルサイズですよ。ギラつきがたまんないですね。どうせならこう外せたらよかったけど、めちゃくちゃ硬いのよ。でこちらが LBWK リバティウォークのランボルギーニアベンタドル LP700-4 ですね。エリート64シリーズってやつで、今回第3弾かな、わかんない。でも4番って書いてあるね。これこんな感じね。で、あのこれにしかついてない、なんだろう、カーカルチャー用のプロテクターがついてるんだよね、純正の。これちょっと明日見ます。こちらはあの通常のホットイルみたいな感じで、まあ、通常のやつは違うけどね、こんな感じで裏も見えるしね、なってるんです。で、あの、いや、ブリスターにね、ブリスターというかなってて、まあ開けられないですよね、普通にね、こんな感じね。で、まあね、あのいつもだとこれは開けれないよ。あ、これはいくらだ、4000円弱ぐらいかな、3800円とかそんなだったと思います。で、さすがにそういうの開けれないよってなっちゃうんですけど、もう一個あるんだな。そうだから、これね、なんかいろいろパーツがパッカンするみたいなんですよ。で、これあの頼むよっていう時に、その頼んでくださった知人がね、いろいろ経済的なこともあるだろうけど、できればあの2つ買っておいた方がいいよと、パッカンするのを楽しんだ方がいいよみたいな感じでおっしゃっていただいて、そう、普段はね、そんなあのやっぱ私貧乏って知ってるから、ご存知だからね、そんなにあの2つ頼もうかとか、2つ頼んだ方がいいよとかね、あんまり言わないのに、その方がそこまで言われるんだったら買っといた方がいいのかなとか思って、あ、じゃあお願いしますみたいな感じで、頼んじゃって、結果ね、代金が支払えてないっていうね、本当申し訳ないです。なのでこれね、2つあるんで、1個はね、開けちゃうよ、開けちゃうよ、開けちゃうよ、ついにエリート64、私の動画で初ですね。紹介するのは2車襲名なんですけど、開封したことないからね、怖えな、これも。4000だよ、これ。4000、まあ、3800円か。だよ。どうやって開けようかなと思って悩んだけど、いつも通り、この字開けでいきました。あ、カバーがしてある、こんな感じで。下ね、下に、こう、受けがある、反対側にね、受けがあるような感じで、カバーがしてあって、こんな感じ。おぉ。おぉ。これはね、あ、出した方がね、やっぱり色がわかるね。なんて言ったらいいの、めちゃくちゃ粒子の細かい水色。高級感あるね。あの、なんだろう、ブリスター越しだとそんな高級感は感じられなかったけど、実際こう手に取ってみるとめちゃくちゃ高そう。いや、実際高いんだけどね。羽があっての、ほう、これすごいね。ちょっと視点変えてみよっか。ボディカラーの美しさが伝わればいいんですけどね。で、結構細かい作りです。あ、そうだ、あのさっきのデッドマスマングスターは2色目だけど、これは初めてのニューキャストですね。今後どうなんのかな。これでもなかなか、なんだ、通常のホットイールでは出しづらいよね。ホイールこんな感じ、真っ黒ですね。もちろんリアルライダー、めちゃくちゃその粒子の細かい感じ、塗装色が伝わればいいんですけど、どうだろうね。パッカン、パッカン、パッカンしよう、パッカンね、パッカン。怖かったよ、でも恐る恐る。だからここまでパッカンっていうか分解ができる感じっすね。ここと、で、ウィングパーツ、ちょっと手が邪魔ってね。で、ここのリアのこのカバーが外れんのよ。で、こんな感じ。色がうんぬん、まあ彩色うんぬんっていうより造形かなを見て楽しむ方が面白いかな、これは。ほう、あ、で、担保等々全然見てなかったね。ヘッドライトはクリアパーツじゃないね、多分。印刷ですけど、細かい印刷なんでそこまで気にならないし、このとこ、まあリバティウォークっぽい担保がしてあったりとかですね。この状態で今更そういう説明するんだってね。で、このパーツがこんな感じ。若干ね、塗装がね、違うのよ。これ多分ダイキャストにこう塗装してあって、これプラ
パーツに塗装してあるからちょっと材質による差がありますね。なんかちょっと色が違うなと思ったらそういうことだったんだね。とウィングパーツはただの成型色丸出しのプラパーツですね。あとクリアパーツちょっとスモーク入った感じのやつで、サイドミラーの細かい造形、グニュンってなった造形がすごいね。まあ、こんな感じでパッカンというか分解というかね、楽しめますよって感じですね。ここ見た方がいいかな。こんな感じになってますね。すごいね。何がどうなってるのかさっぱりわかんないけど。なんだろうな、すぐガンダムの話にして申し訳ないけど、昔ガンダムのプラモデルであったんですよね。こんな感じで、ちょっとメカシック半分だけなってるとかね、確かそんなのがあったんです。つけるのは簡単かな、多分。戻すのは、ちょっと外すのが怖かったけどね。そんなに多分耐久力が弱いってわけじゃないか。何度もこう、なんだろう。さっき見たら分解しても全然大丈夫そうだけどね。で、ランボルギーニのエンブレム、ちょっと潰れ気味にはなってるけど、でもサイズ感あってるよね。やたらでかいよりは全然いいっすよね。な感じで。おぉ、かっけえな。ちょっと待ってよ。こんなのなんか持ってたね、自分。これ。ミニ GT の、アベンタドール、LB のアベンタドールだ。持ってたわ。忘れてた。いや、忘れてたわけじゃないけど、同じか、同じような感じ。羽の有無ぐらいかな。あと塗装箇所が、ちょっと、この辺のこう解釈が違うというか、ここまで、ゴッドイールはクリアパーツだけど、そこがダイキャスト埋めてある感じですね。あとはほとんど同じかな。ああ。多分ね、ミニ GT の当時価格のね、これ多分相当古いやつだから、多分、ホットイールの今回のやつの方が倍ぐらいするんですけど、だからなんだろう、ホットイールってやつ、いつもだとね、そのミニカーというかトイカーの部類かなと思ってるんですよね。で、ミニ GT なんかはモデルカー、だと思ってるんですけど、今回のこれはね、どうだろうね。うん、やっぱここの深さなんかもあるし、ああ、でもやっぱボディカラーの美しさが全然違うから、とか、担保もほとんど一緒なんだけど、ミニ GT はヘッドライトがクリアパーツに印刷とかがね、入ってるんで、その辺凝ってるなって感じですけど、あとはほぼほぼ一緒かな。ここのラインが違うね。おでこのラインっていうかね、ここが。ぐらいで、どっちがいいっつってもないなぁ。逆に言うと、このミニ GT とこう比べてもっていうか、並べてもね、違和感がないっていうか、レベルに仕上がってるっていうのはすごいよね。あ、ホットイールはね。で、ホイールはね、やっぱ、同じぐらいか。あんま変わんないですね。ボディカラーはね、圧倒的にホットイールの方がこう美しいけど、やっぱミニカー全してますね。なんていうの、いかにもミニカーって感じがするっすね。で、ミニ GT はメタリック感はないけど、綺麗な水色って感じで、ですね。ただ、シャープさなんかはね、ほとんど同じなんで、すごいよね。部分を見てたら今回のホットインの方がちょっとシャープな感じはしますし、まあ、羽の有無が、これ羽取ればよかったかな、あるけど、ああそうだね、全体的にやっぱホットインの今回のやつの方がいいかな、このスケール感でね。そうだね、うん、このサイズの立体造形物として見た場合今回のホットインの方がいいかな。実写を忠実にって、っていうよりはね、綺麗だしね、めっちゃ。バッカンギミックあるし。ただ値段は倍するけどね。んじゃあ今日はホットウィールなんですけど、まあ、高級ラインっていうかね、日本じゃなかなかって感じのやつを2種ね、見てたんですけど、デトマソーマングスターですね。やっぱ綺麗だね。これは、まあ、転がして遊ぶっていうより、本当もうコレクターズアイテムですよね。見て楽しむ感じだよね、やっぱ。で、エリート64のリバーティー
曰くのランボルギーニやベンタドールに関しては、そうだね、なんか意外と、意外とって言ったらあれだけど、いいんだね、いいんだね。あの難しいな、ミニ GT と比べてみて、おすっげえよくできてんだって思いましたね。まあ惜しむらくはここのウィング部分がね、塗装してあればね、成形色丸出しなんで、そこぐらいかな。あとはそうか、でも4000円弱、3800円ぐらいだったのかな。でもね、今時それぐらいするしね、64分の1。あそうだ、スケール感全くあのミニ GT と同じだったんで、64分の1ですね、多分ほぼほぼ正確に。もう一回比べてみようか、サイズ全く同じなんですよね。エリート64って本当に64分の1なんだって思いました。前 の第1弾のやつが結構でかかったっすよね。なんだっけあれ、忘れちゃった、持ってないから。あれなんだっけ、あれでかかった気がするから、そんなにね私欲しいとあんま思わなかったってのもあるんですけど、今回はこれ 手に入れてよかったね。でやっぱり開封すべきっていうか、開封してこんな感じで見た方が良かったんで、2個ね、買うことをおすすめしてくださって本当良かったですよ。本当ありがとうございます。っていうか代金の方は、はい、できるだけ早めにって感じです。はい、皆さんもね、現金の管理は気をつけましょうね。人に頼んだからにはね、常にその分をね、ストックしておかなきゃね。っていうか貯金お前ないのかって言われそうだけど、家庭持ちとお父さんが貯金してたら、それはへそくりだから私はやんないよ。いや常にギリギリの生活してるんです、すいません。じゃあ今日はこんな感じです。ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。